親子です。こんにちは、カペルミュールの磯田です。はい、本日は東京都の信濃 町、うん、明治神宮外苑前で、本日はですねサイクルドリームフェスタ2023が開催されます。毎年開催されているイベントなんですけれども、今日は自転車の日ということでね、大規模なイベントを開催されていますので、そちらを、皆さんに、ね、ご覧いただきたいと思います。はい、ではどうぞ。硬いです。もうちょい。はい。ありがとうございます。おー、やったー。わー、嬉しい。満点です。かわいい。かわいい。ピーポくんのボールペン。やばい。あの自転車の交通事故とても多いんで、あのルール守って交通安全でよろしくお願いします。あとヘルメットですね。そうですね。必ず大人子供もヘルメットよろしくお願いします。はい、このサイトもよろしくお願いします。はい。事故っちゃったら楽しめないからね。ありがとうございます。はい、安全に。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと何年ぶりですかね。フランスの選手の方々にですかね、はい、交通安全祈願ということでお送りするそうです。スロさんの鶴が海を渡る。いやすごい。え、それすごいですね。なんか可愛いポップな鶴ができました。これかじゃあ一枚引きますね。うわ、ユンボです。おー、ユンボ強っ。強っ強っ。いいね、なんかトレカ引いた感想が強ってなんかいいね。シャキーン。あ、裏か。あ、やってました。イスラエルプレミアテク。フルームだ。好きだよフルーム。サザエさんみたいな。かわいいね。チーズがアップ立ち上がります。ワンちゃん用。ワンちゃん用いいな。ワンちゃんそれで一緒に出かけられるのか。そしてこっちがバーレー。これ2人乗り用ですね。すごいよね、2人乗れちゃうんだよ。これに乗れるのか。うん、あ、両方持ってる。アホみたいに落ちない。アホみたいに落ちない日焼け止め。すごいそれ。よし、3リットルかけましょうそこで。ね、ちょっとどうしよう、手の甲って書くかな。なんかさ、前よく使ってたけど、これ塗っててジリジリする日焼けをしたことがない。うん、それすごいですね。うっかり、あの、マナーアップの活動やってます。はい。主に、フィールドは荒川です。荒川。もうここでの、まずマナーアップっていうのを第一にしてます。結構皆さんのサインが入ってて。チャンピオンは俺だ。ありがとうございます。お待ちしてます。あ、ハルヒル伺います。伊沢さん、行ったことあるとこある？僕はリンリンロードとあとしまなみが有名かな。わかんない、私の中の有名どころ。第一、いいね。平洋ランチ自転車道、これめちゃくちゃ長い。長いよね、千葉から和歌山。パクチーと富山。富山いいね。富山いいですね。伊沢さんの俊敏性。はい。やってるよ。難しい技をどんどんやってるんですか。これなかなか簡単にやってる。お。全員乗せた技。これ難しいですよ。何歳ですか。37歳です。いくよ。はい、行きます。せーの。大丈夫か。おやさん、あ、おやさんに助けられた。やばい。やばい。僕どこまで行く。ありがとうございます。楽しい。あ、なんか、何この感覚。すごいんだけど。待てろ岬。なんか、おやさん心強すぎますよこれ。いいって、なんかいいやつですよね。4足のモデルで。来ないんですか。多分まだ来てないです。来てないですか。第1号に。これいくらでいけるんでしたっけ。大体ね、3倍です。定価の3倍。150万。150万ふるさと納税する人。はじめ。
ゲットできますよ。いませんか。これ YouTube 見てる人一人ぐらいいそうじゃない？なんか50万ぐらいいける人いるんじゃないの？ね、ご基礎のハブがついたブロンプトン。なんだこの贅沢仕様は。やばいですよね。なんかね、こっちとか私もう見覚えのあるハブついてるもんね。そう、色なんか素敵なカラーの。あ、かわいい。モニモニモニ。いい感じですよね。ね。かわいい。おしゃれ。よし、じゃあ行きましょう。はい、行きます。はーい。水水なのがめっちゃわかります。すでに。なんか、スルーって。違う。おかしいぞ。おかしいぞ。おかしいぞ、これは。なんだかおかしいぞ。すごい進みません？でも大江さんはそっか慣れ、もうこれに慣れてるってすごい贅沢な発言ですけどね。なんかこれだよこれって感じ。あ、そうなんですね。何もしてないのに進んじゃうって言っても過言ではないぐらい足をクッてやっただけでスワーって行っちゃうから、なんか本当に不思議な感覚です。素晴らしいの一言です。素晴らしい、本当にホイールの恩恵を感じますね。あ、確かに機材スポーツですよ本当に。確かに乗ってみないとわからない、はい。大充実ですね、磯野さん。大充実ですよ。試乗し放題。し放題だし、いろいろあるし、ね、いろいろなんか、ほんといろいろある。いろいろある。いろいろある。大満足なイベントです、本当に。そして我らがヨネックスだね。はい、また、こちらに。はい。にぎわってますね。出たという感じで、はい、結構おにぎわいでね、試乗もできて、いろんなブースあって、あの小さい子から大人まで、うん、あのしっかり楽しめるいい感じのイベントでしたね。はい、須田さん、何が一番印象的でしたか？一番印象的なもんですか？やっぱこうピーポックンのぬいぐるみにこう、うん、一緒にこう会えて写真を撮れた後はですね、まあ、俊敏性のテストですかね。そうですね、はい、ちょっとそれが磨きたいと思いましたね。はい、ちょっと頑張ります。はい、こう乗るだけではなくて、乗ることもできるし、乗るだけではなくて自転車系のブースもあるし、さらにそういうね、俊敏性チェックとかを楽しんでいただけるこうツアーでつながる活動もありますので、これ毎年やってますのでね、ぜひ興味を持った方、来年ぜひお越しいただければと思います。はい、公式のホームページについては概要欄の方にリンク貼ってありますので、ぜひご覧ください。この投稿いいなと思いましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。以上です。またねー。